お疲れ様です。というわけで本日生き物たちの楽園ミニプラケースを用意しました。で、何か入ってるかっていうと、こちら。じゃん。今の時代こんなにちっちゃいんだね。エアポンプブクブクだね。酸素送るやつだよ。と、それのためのちっちゃいブクブク。泡が出てくるとこだね、水の中で。エアポンプの先と、これ。ちょっとフィルターを用意はできてないんだけれども、赤ちゃんたちの下に引くやつとして使ってみようかなって、ちょうど穴もいいかなと思って用意しました。ろ過剤でこちら、そう、クリーンワーム、ちっちゃい生き物の冷凍のやつですね。赤ちゃんにあげるための1ミリぐらいの赤ちゃんだったら食べてくれるっていうことなんだけど、多分1ミリはあったと思うんだよね。何の赤ちゃんかな、行ってみよう。こちらカサゴの赤ちゃん、見てわかりますね。全然わかんないね。はい、これぐらい1ミリあるか、不安。1ミリないとさっきのワムシ食べれないみたいだよ。ちょっと測ってみよう。はい、この一つのやつで測ってみましょう。どれぐらいかな。うん、横並んで1ミリはあるんじゃない、ほら。あるね、あるある。どれぐらい？みんな見える？どれぐらい？多分、3ミリはあるよね、3ミリ。よし、行ってみよう。じゃあ、このつぶつぶ、ワムシっていうのが入ってるんだって、ちっちゃい生き物。これをあげます。全部は多いから。お、飛び出た。これ、ワムシ、見える？よくわかんないけど、これをあげます。多分、この飛び散ったやつだけでも十分だと思うんだよね。ぺちゃ。ぺちゃ。どう？見える？あ、黄色いでしょ？これは群がってくるかな？食べに。どう？食べてる？喜んでる？水が泡立っちゃっててよくわからない。揚げすぎると水が汚れるんだって。食べてるように見える？おりゃ、どう？ここら辺黄色いんじゃない？真ん中に黄色いのある？パクパクしてる？もっとアップ。最大倍率わかんないね、こりゃ。でも、どう？元気に生きてるっていうのはわかるね。よし、じゃあ皆さん、カサゴの牧場、一歩前進だ！というわけで、さっきほどのお家をセッティング、ワモシパッチン。カサゴのおじさんたちがいるところから、よいしょ。お水を拝借。あれ、拝借した中にもうすでに生まれてる。ちょうど産むシーズンだったのかな。他の子が産んでたんだね。おばさんが産んだんだね、きっと。見えた？ほら、いるでしょ。ね、よし、ではちょっと横から、何を入れたかっていうと、ソーダ水じゃなくてこちら、さっきのろ過剤。空気を吸い込む穴がいっぱいこう見えてあって、穴に水が浸透してシュワシュワいったんだね。元気に泳いでます。見える？真ん中にいるよ。